はい、皆さんこんにちは。テリオンのゲームのお部屋へようこそいらっしゃいませ。ということでやっていきましょう。アサシンクリードオデッセイ、古代ギリシャでイケメン傭兵になるということで、さあ女を探して続きやっていきましょう。アクロコリントスに行ってアンソーサの手がかりを収集しましょう。アンソーサはコリンティアでも安全な地域へ逃走した。彼女が最後に目撃されたのはアクロコリントスのところだと。ヘタイラはアフロディーティ神殿に顧客を抱えていると。ヘタイラさんっていうのは娼婦さんなんですけど、その中でもちょっとね、教養が高い娼婦さんとかそういうことみたいですね。うん、行きましょうか。なんか横で騒いでる人がいるんだけど、これは何をしてるのかな。よし、とりあえず行き先はこちらだそうなので行きましょうか。さあ、また賞金稼ぎが近くにいるそうですが、もう戦ってる暇はないんだよ、賞金稼ぎと。早くクリアしなきゃいけないから。ね。もう死ぬほど、ゲームが溜まってるからさ。ね、でもね、30時間やってんだよ、これでもアサシンね。30時間やってて、まあでも半分はいったろうなと思ってんだけど、クリア時間的にはね、結構ね、まあ人によってまちまちだけど、100時間かかったっていう人も、一応いるらしいから、ね、ストーリーだけね、頑張って追っていったら、多分、まあ、60時間ぐらいに終わるんじゃないかなと思うんだけど。メインはやっぱストーリーをね、追っていくことがメインなので、まあね、その、がっつりがっつりね、サブクエまでやっていくと、まあ100時間はかかってもしょうがないよね。だってその開発したスタッフ自身もさ、どれぐらいイベントがあるか分かってないっていうぐらいの多分イベント数があるっぽいから、このオデッセイに関してはね。だからね、なかなかこれをね、クリアするってなると難しいよ。あと他にもね、ユニティもあるしね、エチオコレクションもあるから、アサチンはね、ほんとね、いっぱいあるんですよ。まだシリーズ的にもね、やっていったらね、もっといっぱいあるしね、ローグもあるし、ね、ブラックフラッグもあるし。よいしょ、アフロディティシャン、ここか。さあ、見ていきましょうか。うん。レベル 23? なんかレベルが追いついてないんだよな。アクロコリントスの上の神殿、あれだな。うん、敵がね、強いくなっちゃってさ、こっちのレベルがもう追いつかれちゃったというか、追いついてないというか、多分向こうの方がレベル高いんじゃない今、23。どうでしょう。とりあえずね、シンクロしないといけないから、あそこにね、行ってね。ね、見つかっちゃうんだよね、アサシンのさ、オデッセイに関してはね。めっちゃね、敵がね、探知能力が高くて。こういうエリアを通っていって、うまく近づいていかないと。これは潜むのにちょうどいい暗闇だな。何のゲームやってんの本当にこれ。ねえ、よいしょ、クライミングゲームやってんのかな。よし、松明まだいらないよ。松明はさあ、あっちにうまくいきたいが、こいつはなんだ、またクエスト持ってるぞ。いい眺めだ。前よりもっといいよね。ああ、また会えたらって。アルキビアですよないか。アルキビアです。アテナイの外で何を。僕みたいな人はいつも多忙なのさ。あらゆる港に船を止めてるんだもの。ああ、そうだろうな。景色だけが目当てじゃないなら、頼みがあるんだ。この小包は絶対に正しい受け取り人に届けたい。差出人は僕じゃなく、ディオドロスという男さ。今やるか。構わないが、こんな小さな箱だけか。大きさだけで判断しない。小さいことが極めて大きな影響を与えることもあるんだ。なぜこの小包を持ってんだ。あんたの小包じゃないんだろ。なぜ持ってるんだ。ただ僕に回ってきただけ。レオドロスに頼まれたの。
今あなたに頼んでるみたいにね。ああ、ディオドロスはどうして自分で届けないんだ。好奇心旺盛な人、答えがいつもあるわけじゃない。物事がただあるだけってこともね。まお気に入りの港はどこだ。港っていうのはね、まあ男の方のことなんでしょうけどね。たくさん旅をしたんだろ。どこが一番好みだ。おーや、個人的な質問かい。面白い。世界は美しい場所で溢れてる。好きを選ぶのは贔屓の下手らを選ぶのに似てるね。選んでもいいけど、答えは気分次第で変わる。分かった、取り掛かるか。分かった。誰に渡せば。コリンティア軍の砦近くにいるバルダスって男だよ。彼は軍の強力な財産さ。で、あんたからだと。違う、ディオドロス。忘れないで、ディオドロスから。取り扱い注意。まあ次だね。今すぐには行かないよ。まずはこのクエストからだよ。近いからね、こっちの方がね。しかしアルキビアです。よく出てくるな。みんなここにアフロディーテを崇めに来る。だがこの警官こそ本当の美だ。分かってるじゃないか、アレクシオス。だがこの警官こそ本当の美だ。いやー、確かにこの警官は本当の美だね。うわー、これは美しいわ。あ、なんか音楽が違う。いやー、美しいなー。さあ、アフロディーテ神殿、高速移動がロックされました。アンロックされたよ。一体何様のつもりだ。止めなくては。なんだこいつら。ああ、崇拝者を脅しているならず者の始末。おおい、気をつけろ。俺を警戒してるはずだ。よし、盗まれた商品。よいしょ、ならず者、ならず者。よいしょ、ほい。いや、君たちよくそんな装備でやってきて大丈夫か。絶対に負ける気がしないぞ。よいしょ。さあ、ならず者さん、ふわふわ。よし、え、いや、いっぱいいるじゃん。なんだお前ら全員かよ。なんか関係ないやつが来たかと思って、ちょっとだけ許してやろうと思ったけど、全員あれか、ならず者か。痛い。おいと、だったらやってやるぜ。ふう、何者だ。なぜヘタイラを探してた。さあ、ヘタイラのことについて崇拝者と会話。だがアイテムが手に入ったぞ。なかなかいいアイテムじゃないか、今回のは。腕は、23。ならず者の腕はハンターダメージ。まあウォリアは下がるけど、守備が18か、クリティカル率が上がるか。まあ、ウォリアが高い方がいいかな。でも、そんなに変わらないっちゃ変わらないかな。まあ、クリティカル率上げていった方がいいかな。そしたら防御力も上がるし。ならず者でいこっか。よし。あいつら、神殿をまるで自分たちのもののように扱ってる。ああ、盗賊ばかりでヘタイラはいないか。ヘタイラ？ヘタイラは賢いんだ。客を一目見て金目のものを奪われてるって気づいた。コリントスじゃ商人の手下は避けられない。商人の手下は避けられない。それなら警戒しておこう。商人、馬鹿げた名前だな。あら、それなら警戒しておこう。注意しておこう。奴は金に目がないんだ。
それと権力にも。もしそれを持ってると気づかれたら一巻の終わりさ。商人はコリンティアの悪党なのか。闇市場の黒幕さ。片手は金を求めて開き、もう片方の手では武器を握ってる。やつはドラクマと血に飢えた怪物ってことさ。商人がヘタイラを狙う目的は。そいつはヘタイラを追ってるのか。金のために。そう、ヘタイラは大金をもたらすから意のままに従ってるのさ。盗賊も彼女たちを襲った方が儲かる。商人何者なんだ。暗捜査を探してるんだが。ヘタイラを知ってるなら暗捜査のことも知ってるだろ。探してるんだ。いろんなところにいるらしいけど俺は見たことがない。でもあのヘタイラには全てが見えてる。山の下にあるペイレネの泉のそばで集まってるのを見たことがある。そこで客と会ってから秘密の場所へ連れてくんだよ。そうか。次は家からアフロディーテに祈ることだ。また新しい情報を手に入ったね。連中もしばらくは戻ってこないだろう。ならず者どもにいい教訓を与えてやれた。まあもういい教訓というかもう与えてしまっ、まあいい教訓かもしれないけどさ、残ったならず者にとってはそうかもしれないけど、もうだってやっちゃってるからさ。あ、コリントス通りでなんか砦にどうのこうのって言ってたね。そういえばね、もうやっちゃってるからね。さて、どれだったっけ、その、あ、取り扱い中、これか。うん。アルキビアデスはコリンティア軍の砦にいる、バルダスという男への小包の配達をアレクシオスに依頼したと。おい、ディオドロスという名の男が、送り主であると。砦だよね。砦はね、あ、投資家コエノス。こいつなのかな、その商人で力があるって言ってたの。うわ、ここは結構厳しいぞ。砦はとにかく厳しい。ねえ。と相場が決まってるからね。レベル23だし。きえ。何このチャンピオンズマークついてるやつ。あ、こいつか。コリンティアの王。こいつを倒せばいいのか。バルダスに小包を渡せってことだよね。ちょっとやっぱクイックセーブしとくか。バルダスはどこにいるんだ。とにかく行かないとね。ちょっと犬が邪魔だな。こっちから回っていって夜だとちょっと暗いからね、朝に瞑想できない。ちょっと朝にしていくか。あっちになんか階段みたいなのがあったから、あっちから入っていってね、正面から行って様子見よっか。ここはまたあれか、撮影スポットか。おー、こういうのがね、至るところにあるからさ、マジでこれフォトスポットだよね。そこに階段があったから、こっから行けるか。あ、かがり火あるね。まずかがり火をね、あれなんとかしたよね。正面にあるやつ。アイテムを確保していくか、とりあえず。ほいと。さあ、当てないの鎧。取れるだけ取っとこうか、この辺りもね。さあ、かがり火。ほい。今見えてたのにね、かがり火ね。どこだ？あれか。
とにかく常にステルスモードにしとかないと見つかっちゃうからね、すぐに。あ、そっか、アビリティポイントね、使わないとね、そろそろね。苦しくなってきてるからね、戦いが。あ、まずい。うわ。見つかった？やつを見つけたぞ。なんでだよ、もう。合図を送るぞ。しょうがない、特攻しよう、かがり火にまずは。罠だけ仕掛けて、速攻逃げるぞ。おいっと。うん、ここで奴らが来ても、さあ、かがり火をつける男は来たか。よし、とりあえずこの辺を探って、さあ、罠は仕掛けた。かがり火はこれでね、使われても大丈夫。さあ、またかがり火マンが来たぞ。おい、よいしょ、おいしょ、よし。お、トリフォ、よいしょ。しかしいっぱい来るな。行って、おい、うん、よいしょ、よいしょ、ほら。さあ、アレクシオス燃えてる燃えてる。チェーンアタックできたね。ちょっとタイミングが合わなかったけど、チェーンアタックっていうのできたっぽい。回復、よし、かがり火をたくらしい。トリフォ、さよならだ、お前も。よーし、バカなやつだ、トリフォ。さあ、罠に引っかかってくれたね。よし、オッケー。さあ、6815、強いな、ビリスコス。うん、うん、いい。いやー、確かに武器の相性ってのあるね。これじゃ多分当たらないね、この武器じゃ。わあ、でもこっちもそんな当たらないか。でもスピードがある分だけ当たるかな。よし、よーし、指揮官。あ、スレッジハンマーゲッツ。よーし、将軍のスパルタ印章クエストアイテム。なんだこれ、なんかゲットしたよ。よし、武器を戻して、今強いの取ったからスレッジハンマーこっちに変えてみよっか、使えそうだったらね。23、あ、敏速な探検607か、悪くないな。シックルブレードから変えよっか。うん、ウォリアーだしね。で、スレッジハンマーだったよね、もう一個ね。673。これは変えよう。確実にこっちの方が強いから。で、あと19の武器だったね。黒い斧。悪くないけどね。悪くないけど。さあ、スレッジハンマー、いいアイテム手に入ったね。シックルブレードを、じゃあこれに変えようかな。敏速な探検に変えます。コモンだからそんな強くないけどね。うん。レアとかだったらもうちょっと強かったかな。490超えるかな。518、リカーブを超えたね。まあそんなに変わらないけどね。言うてもね。まあ、アサシンが上がってクリティカル率が 3% ちょっと上がるかな。ハンターダメージが下がるけど、まあ、アサシンダメージがちょっと上がるんなら、入れとくか、リカーブボールね。よし。で、防具が手に入ったのかな？うん、23。当てない。58。めちゃくちゃ上がるな。ウォリアーライフ最大時のクリティカルダメージ、ライフ。まあでも守備力は、あ、こっちか。58か。58曲がったら、まあ、つけるよね、普通ね。よし、これでだいぶ強くなったんじゃないか。アレクシオス、
さあ砦割らしていこう。それなんだろうね、その本みたいなやつ。あ、蛇の弓。本ドラクマか。23だったね、レベルね。いきなりさっきの弓を超えるんじゃないかね。528。アサシンダメージが上がる。ん ?8%。9%。まあ、リカーブでいいかな。クリティカル率もあるしね。向こうか。うわぁ、なんだあいつら。集団でなんかしてありますね。うわぁ、まずいまずい。危ねえ。結構遠目から見つけてくるからな、こいつら。よいしょ。見つかってる?この距離感で?マジかよ。しょうがないな。よいしょ。おいしょ。おいしょ。うわ、傭兵がまた来た。おいしょ。いや強いね、ハンマー強いぞ。くそ、うまい。よいしょ。傭兵はちょっとね、めんどくさいからね、相手したくないんだよ。よし、ちょっと離れつつ回復しつつ。爆薬みたいなの使われてね、めちゃくちゃめんどくさいから。よし、で燃やしとこうかな。ほい、危ねえ。傭兵は鬱陶しいな。賞金稼ぎさんね。よし、回復。で、あ、来た投資家。よいしょ、よいしょ、よいしょ、無理や。あ、まずい、これはまずいな。またやられるパターンか。ちょっとクイックセーブまでまた逃げるか。このパターンで死ぬパターン多いから、めちゃくちゃ。よし、一応取れるアイテムは取ってからパッと逃げていこうか。ほいと。ふう、あっ、くそ。オッケー。ほい、このハンマーちょっとあれだな。よいしょ。落下地面は無理か。そんなものはないか。くそ、スパルタキックありだな。よし、おお、ここに隠れたら大丈夫でしょ、アレクシオス。よーし、さあクイックセーブいけるかな。あ、まだできないか。いやー、こいつらのね、発見力が半端ないよ、本当に。よし、これで多分セーブできるでしょ。まだ?よし。さあ、砦のだいぶ外側から回ってきたけど、ここから行けたりしない?ダンジョン的にないか。よし。もう一回じゃあ上がるよ。なるべくね、ミスらないように慎重にやっていかないとね。前回みたいにさ、何回もやり直すわけにはいかないからさ。武器ちょっとあれだな。こっちのブレードの方が良さそうだね。
ロケーションは、あとは隊長と軍術戦利品が5個もあんのか。誰かいるぞそこ。ねえ、マークついてるし。とりあえずあいつ倒さないとね。でも誰かいるしな、ここ。またクエストかな？この下か。関係ないか。暗操作がいるのかな、もう。すぐ近くに。よし、ちょっと余裕があるね。あいつらは。まあ、アイテムだけちょっと渡しとくか、先に。よし。さ、インタラクトして。俺の傭兵じゃないな。何の用だ？あんた宛てだ。見せろ。何かの冗談か？あれの鋳物じゃないか？なんだ、お前の妻テリアへ私が恋しい時のために。おい、これは誰からだ？うん、ディアドロスだ。アルキビアデスだ。自分だ。これさ、これちょっとあれじゃない？なんかちょっとエロスの話じゃない？まあディオドロスだよ。ディオドロスを知ってるか？ディオドロス、おのれ、ただじゃおかないぞ。やつの部下をぶっ殺して船をめちゃくちゃにしてやる。テリアとのことを後悔するがいい。え、なんだよ、ディオドロスって言っちゃダメじゃん。これはちょっと失敗したか。あれの言い方じゃないか。あれね。さあ、とんでもないものを渡してしまったようですね。ディオドロスじゃなくてアルキビアですが、本当にあいつトラブルばっかりなんか持ち込んでくるな。あいつ信用したらダメだな。よし、とりあえず久しぶりにステルスできたね。さあ、アイテムは、おお、粗末の槍だって。さて、どこら辺にあるかな、残りのアイテムね。よし、あっちにあるね、燃やすところね。こっちか、この上か。2階まで行ける？ないか。階段がね、繋がってないね。家がね、結構あるんですよね、このアサシンクリード。どういうこと？って思うんだけど。あれ、こっちからはいけないのか。ステルスは？おっ、うわー、そ、なんでだよ。よいしょ、ほい。うん、さあ、こっちの攻撃は早いけど、こいつには重装備の方がいいのかな。どうだろうね。よいしょ、さあ、早い攻撃で、よーし。さあ、指導者倒したいんだけどな。よいしょ、ほい。うん、相手よりもこっちの方が手数が多いから。よし、うん、いいぞ。手数の多さで勝った。投資か。いや、
よいしょ。よいしょ。さあ投資家を倒せ。追い込め追い込め。よいしょ。よーし、同社倒したぞ。よし、追跡者のマント、制服戦争は可能。24か、ミラニオン。よし、逃げよう。あとロケーション目標は燃やすとこと戦利品と隊長指揮官。結構多いな。いやー、君か。よし、君傭兵か。くそ、44、全然当たってないじゃん。ほいほい。よいしょ、スパルタキック。くそ、ほい。よいしょ。いや、当てても当ててもキリがないな。でもこのタイプのやつの方がさ、そのアドレナリンが溜まりやすい気がするな。ダメージ当てれるからヒット数も多いし。うん、ほいほい。よいしょ。うん、よいしょ。オッケー。とりあえず弓矢でちょっとずつ削っていくしかないね。チク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 と。よいしょ。おら、オッケー。ほい、よいしょ。ほい、もうちょい。おら、よーし、熱唱さんを倒したね。くそ、あんただよ、あんた。うわ、おら、いや、強え。うら、うわ、ミラニオン強え。こんだけやっても全然削れてない。よいしょ、よいしょ。見つけたぞ。よいしょ。くそ、速いし動きも。おら、うわ、よいしょ。さっきの傭兵さんからアイテム頑張っていかないと。あ、いたいたいた。またもういいよ、これ傭兵がいっぱい来るのだけやめてほしい、本当に。さあ隊長始末。お、いいね、燃やせるとこあったね、正面に。よいしょ。うん、うん、ほら、いや、やたらめったら来んな、ほんとに。技はミラニオンに当てたい。よし、まだ終わってはいないぞ。よし、いって、へい、ハンマーでいく。ぬりゃっぬりゃっぬりゃっ。ふん、いいぞ、いいダメージが入った。この軽装のやつは、ほら、ハンマーに弱いか。ほいほい、ほら、5000ぐらい入ったね、ダメージがね。ほら、かわすか。もう一回。くそ。うん。ほら、燃えろ。くそ。入らんな、ダメージが。ない。ない。回復。ミラニオン。
終わりじゃ。よいしょよいしょ、はい、よいしょ、おい、立て上げ、オッケー、アイテムゲッツできないか、よいしょ、起き上がってこいよ、ほらほら、よいしょよいしょ、募る思い、何それ、変なクエストが手に入ったぞ。とりあえずなんかクエストが新しく増えました。あれ、傭兵さんからアイテム取れなかったね。弓兵長の湾曲した弓、いやー、きつかったけど、とりあえず倒せてよかったよ。募る思いってなんだろうね。ん？何に募ってんだ、思いが。これか。旅のついでか、あるいはたまたまその日は気が立っていたのか、アレクショスは無意識にある仕事を完了した。残された仕事は報酬を回収することだけだ。何？そんなことが達成してたのか、いつの間にか。あとは、もうロケーション目標は戦利品、隊長と戦利品。戦利品がね、全然取れてないんだよね。あそこか。これ隊長。広いな、この砦。こっちか。あと全部こっち方面だね。ここに1個あるね。よし。蛇の杖。で、向こうか。よし。で、そこも、取って、で、燃やすと。ほい。で、あとは隊長と戦利品か。あっちもあるね。これをゲッツして、あ、これはなんだ？いいやつじゃないか？貴重な宝石。まだ戦利品があるか。あ、燃やせるとこあるね。この砦でアイテムめちゃくちゃいっぱいあるな。さあ、隊長やりに行くか。静かに静かに。おっ。よいしょ。いや、一発やれないんだよな。旧アサシンなら一発だけどね。よいしょ。ほい。よいしょ。もらった。よいしょ。ふう。よし。ショテル。お前そんな武器じゃなかったら持ってたの。あとは戦利品が1個か。いやー、ロケーション大変だったね。どこだ？さあ、アイテムがあと1個なんだが、まだ燃やせるとこがあるね。それ燃やしたことになってないのかな、これ。あ、こっか、宝箱か、いいね。あ、これで OK か。よーし、ロケーション目標を達成しました。アクロコリントストリで。いやー、砦はきついね、やっぱりね。砦はきつい。よし、とりあえず帰りましょう、帰りましょう。だけど、
なんかクエスト持ってる人がいるね。暗操作がいるのか、ここに。もう暗操作に会っちゃうとなるとストーリーが変わっちゃうから戻ろう。うん、重厚な剣。とりあえずアルキビアデスのところに来ますよ。よいしょ。うん、いや今回はなんとかやられずにいけたね。いやでもきつかった。傭兵も倒したし、アイテムもかなり手に入ったから割とね、あの心の余裕はできたね今回ね。で、相変わらずお尻が、あーなんだ、綺麗だなこの神殿。よし、あーやっぱ美しさが半端ないな。ここもさ、またあのねえ、イスカバリーツアーでさ、いろいろ言ってくれるんだろうね。わ、綺麗だな。しかも何の花かわかんないけどさ、花がこう咲き乱れてる感じ、散ってる感じもいいね。でもこれプレイステーション4のグラフィックで、これだから5になったらすごいだろうねこれね。5の映像見たらさ、4はやっぱりまだしょぼいなって思っちゃうもんね。あなたが懐かしくなり始めてた。それで小包は届けたかい？バルザスに話したらディオドロスを殺すと息巻いてたぞ。俺もまさかあれがあれだとは思わなかった。想定外で楽しかったでしょ。欲しかったらもう一つあなたに作ってあげる。もう一つ、まさか。ああ、あれは僕の何だよ。すごかったでしょ。ディオドロスを追い払いたかったのさ。うまくいった。時々自分に感心するよ。言ってろよ。体で話をするのはどう？僕の鋳物を見たとき、あなたもそれを考えたはずだよ。ここで？神々の前でか？供物を捧げよ。神々に見せつけるのもいいかもな。とんでもない考えだ。とんでもねえよ。悪いが興味ない。つれないな。アフロディーテも熱望してると思うけど、また今度。いやだよ、また今度はないよ絶対に。アルキビアデスのものだって使いたくねえな。よし、とりあえずアイテムめっちゃいっぱい手に入ったから見るだけ見よっか。まずね、まずは武器がショテル673。いきなり強いの来たね。毒、これをはるかに超えてるもんね。このブレードと同じだもんね、スレッチハンマーとね。で、アルキビアデスの斧が638か。まあ、使わないかな。で、これは蛇の杖も638か。モリアと杖ダメージが上がるからさ、蛇の杖悪くないよね。これが強いね、687、粗末な杖。ね、槍か、粗末なくせに。となったら、まずはまあ、こっちの敏速のやつを変えようかな。ショテルにね。まあ、ハンターと毒と動物だからね、全然プラスにはならないんだけどさ。一応ちょっとショテルに変えとくか。さて、弓が強いの入ったかな ?23。弓兵長の湾曲した弓、ウォリアーダメージ。まあ、こっちかな。で、防具が手に入ったっぽいから。23のか。狩人の衣装。ウォリアー全ダメージ、ヘビークラブダメージ。わ、これは強いんじゃないか、これ。ああ、かっこいい。アレクシオス。またなんか服装変わったな。あ、24のが入った。うわ、傭兵のベルトめちゃくちゃ強いぞ。全アーマープラス 18%。うわ、これは強いわ。足は？足は22のやつか。これは下がるね、圧倒的に。ちょ、アビリティ見よっか。2ポイント、4ポイントもあんのか。ウェポンマスターもう一個いけそうだね。アレスの雄たけび、そろそろいけんじゃない？これ。
10秒間すべての攻撃ダメージが 20% 増加する。オーバーパワーアタックも取ってるからアレスいけるよねこれね。チャージ強攻撃、まあでもいらないよねそんな。こっちは強烈射撃、 L2 と長押し三角、 L2 と長押し三角、こんなん覚えてた。いいね。捕食者ね。まあ弓矢はね撃ってないからね最近ね。破壊の雨、まあでもこっちどっか取ろっか。ブルーラッシュが 300% か。ウェポンが定義された清潔かつ鋭い武器によってウォリアダメージが 40%、 クリティカル率 10% で、コンボに通常攻撃と強攻撃の両方が組まれていると最後の一撃のダメージが増加する。とりあえずこれは取ろっか、ウェポンはね。で、こっちがチャージ強攻撃か。うちの力を込め武器固有の強力な攻撃を繰り出す。で、うちの力を込め固有な攻撃でガードを崩してダメージが 150% か。受ける遠隔ダメージか。アーマー 60% 上昇。悪くないよね。まあ、強攻撃のやつ、ちょっとこれ欲しいかな。ここはレベルで勝手に上がっていくやつだもんね、多分ね。だからここは別に取る必要もないよね。イカロスさんは、あと4箇所のビューポイントでシンクロすると、いいのかな？イカロスの操作中に三角で敵を攻撃、妨害する。あ、これ回復がいけるね、これ。あ、槍レベル5か。無理か。じゃあちょっと防御力上げとくか。この強攻撃上げるのと、あと防御力上げとくか。基礎的な能力上げとく方がいいよね、基本的にね。アーマー 90%、 受けるダメージ 10%、 攻撃した敵をよろめかせる。悪くないね。よろめきか。マットを取っとくか。まあどうせ近接しかやらないからさ基本ね基本近接やってっから。弓のさ強力なやつ撃ってみたいな。よし、あ、これ、あ、これか。よいしょ。さて、アフロデーテ神殿から移動していって、その、もう一個のさ、着せずしてやってしまったっていう、報酬受け取るだけだっていうクエストを、それだけやっていこうか。報酬。どれだ？これか、募る思い。よし、行きましょうか。クイックセーブも一応しとこうかな。ほいっと。で、もう一回ちょっとインベントリを見て、まあ、アレクショースのね、服装のね、写真だけ撮っておきましょうか。かっこいいな。低い位置かっこいいんだよな、この人な。下かな。わあ、すごいな、この神殿は、本当に。もっと下か。おっ。わあ、景色が本当に雄大。なんだよ、これ。雄大すぎるよ。千葉雄大だよ、千葉雄大。すげえ雄大だな。これ落下できない、こっから。よいしょ、ほっ、よいしょ、
なんか落下ダメージを減らすとかいうやつ、あれはデイズゴーン、デイズゴーンじゃなくてダイングライトか。さあアレスの矢代、ほっ、落下じゃダメージ受けないのか。この人か、あ、この人か。スパルタの血に当てない人か。密偵に助けなど必要ないよな。この辺の物資や兵たちを管理するスパルタ兵の荷物運びをしながら情報を集めてる。何か分かったのか。やつはクソ野郎だな。どこで襲えばいいのかは分かった。スパルタの指揮官を殺せば問題は解決すると。ああ、始末してくれ。聞いてないのか。そいつはもう対処済みだ。運がいい。よくやった。お前は本物の戦士だ。報酬をやる。十分だ。はい、ということでお金ゲットしました。ラッキー。よし、季節してやったということで、さあじゃあストーリー進めに行きましょうか。これでささっと進められそうなので、しかも近いからね、これね。さあアルキビアですから、得た情報でヘタイラ、まあ、高級娼婦さんですね、多分ね。まあ、その情報を得てここまでやってきたんですが、暗捜査、彼女とお話をしましょうか。捕まると厄介だ。慎重に行こう。うん。さあどんな情報をくれるんでしょうね。まさかと思うけど、我々と同じヘタイラだったのよって。ミリューネ、ヘタイラだったんだよって言われかねないからな。ありうるぞ、そのストーリーも。よいしょ。さあ傭兵が近くにいるっぽい。また倒してもいいけど。よいしょ。まあ砦はもうね。よいしょ。よいしょ。こっ、さあ暗操作待ってるよ。さあ砦の中を通りつつ、ちょっと横切らせてもらいますね。よっと。さあお話しさせていただきましょう。うん、ああ、ようやだわね、アレクシオス。なぜなお。彼女がそう、暗操作よ。アフロディーテ神殿で礼拝者を助けるのを見たわ。私たちは友人になれそうね。聞いたか、イカロス。彼女は目もいいらしい。他にもあなたを褒めてた人がいるのよ。驚いた。お、ポイベ。ポイベ、アスパシアの仕事、任務があるって言ったでしょ。なぜここに。コリントスは危ないのに。あなたが来るって伝えに来たんだ。アスパシアに死者って言葉を教わったんだよ、私のこと。それでアレクシオスと私は会えたね。簡単だった。私、力になれるよ。ここにいちゃいけない。後で話し合おう。そうかもな。後で話し合おう。これについては後で話し合おう。私の雇い主はアスパシアだもん。それなら仕事で忙しいだろう。中に入りましょう、アレクシオス。見られるかもしれないわ。ついてきて話をしましょう。私もいい？黙ってるならな。いやー、ポイベイにまた出会えるとはね。誰に聞いてここへ来たの？アルキビアですから聞いた。彼に？それで？スパルタ人の女性を探してる。だいぶ以前にスパルタを出た。ミュリーネと名乗ってた可能性がある。誰それ？親だ。お母さん？いないでしょ。マルコスは自分が育てたって。黙ってろと言っただろう。なるほど。いずれ答える時は来るでしょうけど、今じゃないわ。答えになってない。聞いたことはあるんだな。
答えになってないぞ。そんな答えを聞きたいんじゃない。交換条件を飲んでくれるまでそれしか言えないわ。いろいろあって取引がうまくなったの。本当のことを言って。アレクシオスは怒るとすごいんだから。遊びに行ったらどうだ、ボイブ。暗操作と話がある。別にいいけど。取引をしましょう。私たちが強くなるのを手伝ってほしい。コリントスから永久に商人を消し去れるほどに。単純な取引よ。いいだろう。礼はしてもらう。いいだろう。いいだろう。賢い決断ね、傭兵さん。賢くなければここまで来られなかった。賭け時はよく分かってる。じゃあ取引よ。さて、商人のことは知ってる？事件だと聞いている。礼拝者の話では注意しておくべき男だと。そうね。被害者たちはその点で後悔してるはずよ。私は警戒してる。なんとか持ちこたえてるってわけか。よくやってる。今のところはね。でも奴はならず者を大量に雇った。町で人を襲ってるの。私たちを含めてね。ヘタイラを殺してるのか。殺す？そんなことは許さないわ。でもそうなる前に行動を起こさないと。助けを必要としてるのは私だけじゃない。ダマリスやイリナも苦しんでる。証人絡みか。おそらくね。彼女たちを助ければ奴が苦しむことになるはず。ダマリスはここの泉のそばにいるけど、イリナはベレロフォンの庭園に行ってるわ。イリナと問題とは？イリナの問題とは？行方不明になった別のヘタイラ、クライオを探してるわ。私は忙しくて手伝えてないの。ダマリスの問題とは？ダマリスは何か言ってたか？詳しくは聞いてないけど、彼女の懸念はよくわかるわ。何かがおかしいの。よし、じゃあ話をしてみましょうか。やれることをやろう。よかった。商人は主に武器の密輸で稼いだお金で手下を雇ってる。特に今は供給先になる戦争が起きてるからかなり稼いでる。商人の商売を邪魔すれば手下たちは食いぶちを失うわけだ。その通り。でかい温厚にある奴の倉庫へ行って積み荷を焼き払って。全てよ。あとは混乱に任せればいい。商人はなぜ人を襲う？儲け口があるのになぜ貧しい人々を襲うんだ？やり方はどうあれ金は稼げてるんだろ。密輸は隠れ蓑で裏で奴隷を扱ってるの。罪のない人たちよ。奴の手下は灰にしていいわ。いろいろと悪どいな商人。なぜ倉庫を焼く？やつの収入源を焼き払えばことはただじゃ済まないぞ。あなたが持ってる力を見せつけてやってほしいのよ。暴力に訴えなければやつは決して理解しない。そういうやつならたくさん知ってる。よし、それじゃあ倉庫を灰にしよう。さあ全て焼却せよと。お、10,000。複数のクエストを受諾した。確認させてくれ。商人の倉庫はどこだ？レカイオン校にあるわ。焼き払ってちょうだい。任せてくれ。じきに火が上がるぞ。さあレカイオン校、この人は？私たちを助けに来てくれたの？商人の密偵には見えないし。こそこそやるのは性に合わなくてな。あんた商人に困らされてるのか？かもね。馴染みのお客さんが変わってしまったの。前はちゃんとした人だったのに、すっかり悪い人に。コリントスにはちゃんとした人が少ないようだ。腕っぷしの強い人に調べてほしいのよ。変わってしまった理由をね。何があったんだ？何かされたのか？私が知らないことを聞くの。お金のことよ。どこに置いてるかとか、暗操作が何に使ってるかとか、まるで当てないの貴族みたいに。暗操作に話せばいい。バカにしないで。他の人は巻き込めない。その人まで襲われるかもしれない。そうかもな。そいつには答えが必要なようだ。以前の彼はどんなんだったんだ？以前はどんな様子だったんだ？
しつこかったけど怖くはなかった。宴の席でも目立たなかったのにお金をちらつかせ出したの。何かの影響を受けてるのかもな。よし、じゃあ話しに行くか。そいつの言い分を聞きに行こう。この辺りにいなければ家にいるはず。今日で終わりになるといいけど。なるさ、俺の槍を前にすれば人はおのずと本来の姿を見せる。よし、そしたら彼女とも話するか。何か困ってないか。海賊のせいでこの海域は危険なの。海賊船を全て沈めればいいんだろ。そう、全て沈めなければならない。取引成立？まあいいけど。引き受けよう。ああ、よ、海賊船のミッションはやらないかな。お別れだ。お別れだよ。海賊船はちょっときついわ。よし、とりあえずね、ダマリスさんのお話は聞いたけど、もう一人いたよね。話できる人っていうのが。どうしようね、ちょっとね、また椅子が硬くてね、またお尻が痛くなってきて、ヘタイラの信頼を得るのは口で言うほど簡単ではなかった。おかしな行動をする顧客を抱えていたダマリスは、アレクシオスにその顧客が変わってしまった理由を調べるように依頼したと。あの船を追え。ヘタイラのことは誰一人放っておけない。クレイオが殺され拉致され、必死になっていた友人のイリナは、彼女をコリンティアに連れ戻すためなら何でもするつもりでいていたと。イリナとの会話。イリナと会話、こっちちょっとやってみようか。イリナの言い分も聞きたいもんね。よし。今掲示板じゃなかった？あったの。違うか。ちょっとね、こ椅子がね硬いからね、一日そのプレイできる時間がね、やっぱりね限られちゃうね。そしたらイリナとお話しして、それで今回終了にしよっかな。どっちかでも近いクエストがあったら攻略してもいいけどね。最近ね、結構その面白い今ニュースがいろいろあったりして、そっちをね結構ねメインでやったりしてるから、これ男の家の方が近かったかな、もしかして。あの船多いか。船か。ちょっと海鮮が出てくるようになってきたかな。よいしょ。さあ、5点着地。さあ、本当にね、読書とかして情報をね仕入れていくようにしないと、私のさ、その今のこのなんていうのかな、まあ、ライフワークだとね、全然増えないですよね、いろんなものが。知識、経験等々がね、病気に全て支配されてるから、結構苦しいんですよね。病状も悪化してるしさ、全然良くなってない。やばいよ、本当に。そこら辺もね、またちょっと動画にしたいなと思っておりますが、ほいっと。イリナさん、アフロディーテ様、クレイオンが早く戻ってきますように。アフロディーテ友人か。え、何これ、ずっと待ってるつもりか。アフロディーテ友人か。なぜ神々に頼む必要があるんだ。その使者がここにいるじゃないか。なぜ困ってると分かったの。暗捜査から助けが必要だと聞いた。仲間のクレイオンが今朝の祈りの時に顔を見せなかったの。家にもいなかったし、探しに行きたいけど私だけじゃ何もできないだろうし。連れ去られたのかな。聞いて回ったの。お客の一人が船に乗せられるクレイオを見たって言ってた。そいつらは武装してたから何もできなかったって。彼女を連れ戻すためならいくらでも払うわ。よかろう、やってやろうぜ。そうしてたって。船まで案内してくれ。クレイオを連れ戻そう。え、おい、誰がさらったと思う。商人を消したのが現れるのは、これが初めてじゃないわ。
マジかよ。そう、おい。イリダさん。ちょ。ソラ。イリダさん、待って。通りが進んじゃってるよ。お尻痛いって言ったじゃん、イリダさん。ちょっと待ってよ。しょうがないな。やるしかないか。美しい光景をしばらく眺めながら。今までこんな風にいなくなったものはいないわ。次は自分だって怯えてる人もいる。うん、この感じあれだね、ゴーストオブツシマに似てるね。あの馬に乗りながら喋るっていうね、ツシマもそんなんだったよね。だ結構ね、似たようなあの開発エンジンっていうか、イベントのフラグで作ってるもんね、妖芸ってね。だからいろんなゲームでさ、似たようなシーン見られるよね。これもなんかのプログラムで組んであって、まあ、それを応用してるって感じだろうね。以前は安全だったの。商人のせいか。なぜここに来たのかはわからないけど、コリントスの荒れた原因は彼よ。いい街だね、コリントスね。まあ、ちょっと廃れてるところは廃れてるけどね。このなんか、貧民街みたいなとこね。よし。バックエスト持ってる人いっぱいいるな、ここもまた。え？あれよ、お客が言ってたのはあの船。お願い、彼女を無事に連れ戻して。しょうがねえな、200メーター先か。行くか。じゃあこれだけやったら終わりにしましょうか。よし。これ追いつく？海賊船に乗船。船が破壊されるとクレイオは死亡する。マジでどうしたらいいのこれ。船が破壊されたらクレイオが死んじゃうって。うわ、なんかあの船奪っていけばよかったな。これ絶対間に合わないよ、アレクシオス。船の方が早いよ、どう考えても。うわ、ちょっとこれはまずいな。クエスト失敗するんじゃないか。これこの船借りていかないと無理だわ。よいしょ。普通に泳いでいけると思ったけど、これを変えていこう。よいしょ。ちょっと貸してもらっていいですか、この船。インタラクト。船の倉庫。え、これもしかして自分の船か。出航するぞ。持ち場に着くんだ。船長が舵を取るぞ。よし。うわ、海戦になっちゃったけどしょうがないよね。おえい。1キロ先。船が破壊されるとってことだから、破壊される前に乗船なんとかしなきゃいけないでしょ。海原に出るぞ。敵船には十分注意しろ。おい、船長が甲板を離れる。いやいや、いけって。船長甲板離れてないぞ。船長が舵取りをやめるぞ。いや、舵取りするって。加速。さあ1キロ。海の中へ。もう離れ。船を壊しちゃいけないから、ギリギリまで張り付いて、そっから乗り込むっていう作戦じゃないとダメだねこれね。さあ距離はどんどん縮んでいってるから追いつけそうだね。これ助けたらさ、どっちか船員になってくれるんじゃないの多分ね。すぐに砲を上げろ。
おりゃー、早い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 。さあ追いついてきたぞ。外洋に出たらいろんな船があるからさ、昔はでもこんな感じで船がいっぱいあってさ、船の交通事故みたいなのもあったろうね、いっぱいね。いやそれは大変だったろうね。今車の事故はそれは問題だけどさ、昔は船の事故多かったろうね。灰を出せ弓兵、準備。これはたどり着けるかな。破壊されるとクレヨン死亡か。とりあえず突っ込むだけ突っ込んでみるか。254m から距離が縮まらないぞ。前ウィト乗り込めたら乗り込みたいが、愛の用意を。よいしょ。その乗り込めるかこれ。逃げだ。だいぶ減ったね。よいしょ。ほい、乗り込みできるかなこれ。ほい、だいぶ減ってるよ。ほい、よし行け、乗り込め。乗り込むぞ。よし、アレクシアス行くぞ。乗り込め。おらい、ほい、怖っ。オッケー、強い。チェーンアタック。なんか新しい音覚えてるから。よいしょ、消えろ。さあ新しい武器にしようか。ほい、いや強いねこれも。レベル19のやつだったら全然全然相手にならないぐらい強いから。しようさ、おい、強い。レベル差があると強いね、やっぱり。よいしょ。よいしょ。さあ、マリオス。お前は、ここで終わりだ。よいしょ。ふぅ。寄らないで。あんたを助けに来た。助けに？船を沈めた海賊のくせに。ん？海賊？まさか。怖がらなくていい。その探検を下ろせ。俺は味方だ。どういうこと？イリナに雇われたんだ。こいつらから助け出し連れ戻してほしい。イリナに？私が頼んだのよ、コリントスから連れ出してって。つまり逃げ出そうとしてたのか。何から？商人が何をしてるか知らないのね。ひどいものを見てきて。コリントスに安全なんてない。友達が心配してるぜ。コリントスの外が安全とは限らない。友達が心配してるぜ。イリナはあんたが拉致されたと思ってた。あんたを心配してるんだ。それなら行かせてくれるはずよ。暗捜査でももう私たちを守れない。彼女は反対するだろう。お願い、巫女のストーンに向かってたの。あそこは安全なのよ。連れて行ってくれたら用意してたお金はあなたに渡すわ。分かったよ、連れて行ってあげるよ。分かった、連れて行こう。次に俺の船がミコノス島に停泊したらそこで降りるといい。ひとまず歓迎しよう。ありがとう傭兵さん、これでいいの本当に。はい、ということで護衛任務、ミコノス島まで連れて行くのか。そしたらしょうがないな。行くぞ。さあ、巫女の巣にとりあえず行きましょうか。レガイオンにいるイリナのところへ移動。ほいと。クレイオー護衛。どっちがいいのこれ。まあでもクレイオーをまず護衛したいとこだよね。ネタイラのことは誰一人放っていけない。クレヨが必死になっていた友人のイリナは彼女をコリンティアへ連れ戻すための何でもすると。
とりあえずまあでもイリナのとこに行って、それからだね。うん、さあミコノスまでクレイを護衛するということだから、まあ少なくともそのクレイオンのとこまで護衛するっていうのは また別のクエストとしてやりましょうかね。今日はねちょっときついわいやこれね、あなんか店長また一日生きて今回できるようだぞ、うん、先にでもそのミコノス町に行った方がいいのかな。コリンティを連れ離れたいというクレイオの希望を聞いたアレクシオスは彼女を遥か彼方まで連れてきている仕事を引き受けた。ミコノス島、ミコノス島ってそもそもどこにあるの？これか？ミコノス島どこだよ。ミロス、メッサラ、あこれかミコノスって、まあとりあえず報告だけして、まあそれでねあの人がクレイオさんがね、そこでどう答えるかだよねアレクシオスがね。もちろんまあクレイを連れて行ってあげたいからさ、見つからなかったっていうふうに言うしかないよね。ちょ、オッケー、オリーブ剤とりあえず砲は下ろしてもらって、よし、これ掲示板何があるのこれ。あこんなとこにも掲示板があるのか。これはマジで時間があったらめちゃくちゃできるゲームだけど。ポセイドン、アドレスティア号への恩寵に感謝を。ポセイドンさん、ポセイドンさん、ちょっと映っちゃいけないものが映ってないか、今映っちゃいけないもの映ってんな。ポセイドンさん、ちょっと YouTube の規約に引っかかりそうだから、ちょっとポセイドンさん、よし、イリナさん、悲しいお知らせになるかもしれないけど、しょうがないんだよ、それはね、あの人の人生なんだからね。レガイオン校もちょっとぶっ飛ばしてね、いろいろとこうストーリーも進めていかなくちゃいけないし、それは次回だね。うん、もうちょっとでやりたいけどね。何があったの？クレイオは？うん、彼女は無事だ。うん、あんたの友達は無事だ、それで十分だろう。本当に行ってしまったのね。ああ、もう戻ってくることはないだろう。ありがとう、暗操作に伝えるわ。明日の祈りは一人でやることになるわね。本当に無事なのね？本当だ。ドラクマ全然もらえなかったな。少なくとも騒ぎは収まった、元の生活に戻れるわ。はい、ということで、いやだいぶよいしょ、クエストもまた新しくできたし、アイテムもいっぱい手に入ったからちょっと見よっかな。手に入ったのは19の武器、武器は弓だけか、手に入ったのね。23、ギリシャの湾曲した弓、暗殺者の弓、これかな、ハンターダメージ、これ明らかに強いよねこっちがね。じゃあこれとりあえずゲットしようか。うん、はい、ということでね、今回ここで終了したいと思います。お尻もね、目も痛くなってきたんで、これでねまた次のねクエストを進めていこうと思います。まあ港のね、確保と次のね
依頼をこなして次回終了していこうと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。 Thank you for your watching. If you like this video, please subscribe to my channel. ということで、またね、バイバイ。